聖徳大学短期大学部は、千葉県松戸市岩瀬5 5 2本部を置く日本の私立大学である。1965年に設置された、大学の略称は聖徳、学科保育科通信教育部を併設している。学科の変遷専攻科過去にあった専攻科別科取得資格について、大学関係者学校法人東京聖徳学園。 設置校参照 ABCDEF 出展。全国学校総覧、ハット ABC 章は41年度版28ページより。ハット ABC 章は46年度版32ページより。昭和49年度版36ページより。昭和49年度版39ページ。64年度版80ページより。ABCDEFGHIJKLM 出展。 平成23年度、全国短期大学高等専門学校一覧、ハット ABCDEF 同、短期大学専攻課の章223から224ページ、章徳大学短期大学部より、ABCDEFGH 五53から55ページ、章徳大学短期大学部の校より、放送大学平成28年度単位互換案内、 AB 学生募集は1993年、入学生で最終。1994年度正式廃止。短大建設1992年9月、臨時増刊号213ページには、学生総数5192と記載ある。ちなみに現在、学生数が最多の女子短期大学は、向川女子大学短期大学部である。 ABCDE5 月1日時点での学生数。AB かつては入学定員600名と大規模を誇っていたが350人に減員されている。ABCDEFG 学生募集は2003年入学生で最終。ABC2006 年3月31日付で正式廃止。学生募集は1999年入学生で最終。 2000年度から2006年度入学生まで、介護福祉学科第一部。2007年度から2008年度、入学生までは、介護福祉学科として、学生募集する。2010年3月31日付で正式廃止。学生募集は2008年入学生で最終。2010年3月31日付で正式廃止。 学生募集は2006年入学生で最終。2009年3月31日付で正式廃止。ABCD2005 年12月31日付で正式廃止。ABCDEF 学生募集は1998年入学生で最終。ABCD2001 年7月30日付で正式廃止。AB2002 年12月19日付で 正式廃止。介護福祉学科第一部、第二部にて取得可能過去には、音楽科、初等教育学科、文学科前専攻、介護福祉学科においても設置されていた。過去に設置されていたすべての課程についても同様のものとなっていた。かつては、生活文化学科の前専攻に設置されていた。かつては、文学科日本語日本文学専攻に設置されていた。 かつては文学会英語英文専攻に設置されていた。民の星女子短期大学と鈴っぽ女子短期大学にもかつて設置されていた。ほか、介護福祉学科第一部、第二部にも設けられていた。ありがとうございます。